はい、こちらは自由の女神です。あ、ニューヨークに行きたいか。あ、リバティスタチュー。こちらはね、エピーさんっていうイベントホールですね。美術、世界美術工芸品、油絵、日本画、掛け軸、壺、花瓶、木彫り彫刻、その他いろいろ。面白いね。こちらにはリバティスタチューがありました。まあ左手に持っているのは独立宣言のかな。きっとそうですよね。はい、右側に入っていくと水沼駅。竹の子だって。黒骨死者。どうしようかな。卵直売、卵と直売ちょっと寄ってみようか。卵直売、新鮮卵。こちらにはね、トイレットルームもあります。これが渡良瀬渓谷鉄道です。中野駅。ここね、線路の上をね、まぁ、ちょっとした、まぁ、沢が流れてるんですね。面白いね。まあ、中野。まあ、緑石。あずま町、花輪です。
今時刻は13時36分。あ、03分行っちゃった。54分。あ、ダメですね。あと20分ぐらいかかります。このドント感だって。もう4月10日終わってる。渡辺帝国鉄道のマスク1枚1000円なかなか。まあ、当駅桐生まで670両、大間間450両、通道駅600両。なるほど。はい、そうですね、こんな感じ。渡良瀬渓谷鉄道中野駅からお送りしました。はい、昭善寺さんにやってきましたよ。すごく積んであるよね。すーご。まあ、一番上にはね、一番上、ズーム、ズーム、ズーム。すーご。こんな感じになってんだね。ずいぶんたくさん積んだね。こちらにはね、まあ皆さんこの綺麗な花、芍薬でいいのかな。ねえ、まあ美人の形容にも芍薬って使われますよね。使われませんでしたっけ。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿が百合の花、昭善寺さん。はい、じゃあね、まあちょっとお墓参りに来ましたということで、あー、もうだいぶお花が、いやー、カエルが入ってた、カエルが。まあまあ、カエルさん、カエルさん。カエルさん、お水ですよ。いや、あの菊の花にもお水をかけてあげましょう。
はい、それじゃあね、はい、お墓参りでした。ご視聴ありがとうございました。